皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、稼ぐことに罪悪感を感じる教室の先生へ、お金のマインドブロックの外し方ということについてお伝えしていきたいと思います。私は以前からですね、最近では稼ぐっていう言葉をすごくこう汚いみたいにね言うタイプの人少なくなってきたんですけど、昔そうですね10年くらい前とかっていうのは、稼ぐっていう言葉を教室業の先生が使うとすごいなんかお金をガツガツ稼いでるっていう姿っていうのはみっともないとかはしたないみたいな、そういう風潮がある世の中だったんですよね。で、私はもちろんパンの先生はやっていましたけれども、そもそもコンサルタントになりたくてパンの先生をやっていてっていう経緯があったんで、稼ぐのが当たり前だし、自分が稼げる姿をもってしてクライアントさんにお伝えしていくっていうことをしなきゃいけなかったんで、それは当然だったし、あと営業職っていう職業からしても稼いでなんぼの仕事なんで、会社の部門っていろいろあるじゃないですか。事務部門の人のお給料はどこから出るのかって言ったら売上げから出るんですよね。ということは売上げを作る部隊っていうのが営業部隊になりますから、稼がないと会社潰れちゃいますからね。それは個人事業主になったとしてももちろん一緒だったっていうことで、そもそも私は稼ぐっていうことに抵抗がなかったっていうのと、あとはやっぱり自分の生い立ちがお金がなくてやりたいことができなかったことが結構多かったんで、お金があるだけで結構叶うことが多いよなって思ったから、いや稼げるんだったら稼ぐよねっていうふうにもともと思っていたんですよ。だから教室業の先生がなんでそんなに、お金を稼ぐことを人の目を気にしながら稼ぐっていうことも言えずにしょぼしょぼとやっているのかが、私にはどちらかというとよくわからなかったですね。教室業っていうなりわいを稼ぐために使うんじゃなくて、人の喜びのために使って、ボランティアでいいっていう人はもちろんいいんですよ、全然。だけどそれによってある程度収益も得て自分の生活も豊かにして、でその自分の知識を与えた人も喜ばせるっていうと、それなりにちゃんと稼がないとできないんですよ。赤字っていうのって一見そんなね、自分をね犠牲にしてまでそういう人のためにやってるっていうのは美しいみたいに言うタイプの人いますけれども、もちろんそれはそれで一つの道だし否定はしないんです、私は。でも例えば本当に貢献をしたいんだったら、稼いだお金でみんなが喜ぶことをやったりするっていうことにお金を使って、その時参加費タダにすればいいしとか、そういう使い方でいいと思ってるんですよね。あともっと大きく言うと、節税はしたいんですけど、稼がないと税金って払えないじゃないですか。だから本当に社会全体を良くする部分での貢献だって思うんだったら、稼いで税金払う方がよっぽど真っ当だと思ったりとかしています。一部のね先生とかは、今はあまりいらっしゃらないかもしれないですけれども、現金で受け取るから分かんないですよね、税務署って現金って。でそれをやりたいがために開業届を出さないっていうのを聞いた時に衝撃を受けましたね。そういう感じなんだ。で当然ですけど、そうこそこそやることになるから、こういい売り上げを残すっていうことはできないから、その人の天井はそこまでっていう形になってしまうんですよね。だからその稼ぐっていうことに他の意味でもね罪悪感を感じたり、心のどこかでブロックをかけてしまっている人っていうのは、いくら目標を作っても、いくら月商いくらにしたいって言ってもまずならないので、そのまずならないっていう根本要因を取り除くためのお話を今日はしていきたいと思います。ちょっと前段長くなっちゃった。はい、ということで、じゃあね、お伝えしていきたいと思います。まずですね、3つのマインドブロックあるなっていうのをお話を聞いてて思うことがあるので、それをちょっと解説をしていきたいというふうに思います。まず1つ目、稼ぐと忙しくなるっていうブロックですね。はい。2つ目、稼ぐと悪い人に見える。2つ目のブロックですね。3つ目、そもそも自分は稼げないと思っているっていうね。これがブロックです。
ですけども、はい、これをちょっと解説したいと思います。まずですね、稼ぐと忙しくなる、うん、これまあ間違ってはいないですね。確かに間違っていない。ただある一定の、状態を超えると、忙しくしたいのかしたくないのかっていう選択肢すら選べるようになるし、場合によってはコマネズミのように、まあ、労働者収入っていうんですけど、自分自ら動くことによってお金を得るっていう労働者的な働き方、まあ、サラリーマン的な働き方になるんですけど、っていう形でお金を得るのは忙しくなります。でもこれある程度まではやらないといけないんですよ。これで、それを超えてくると仕組みを回して、その仕組みのオーナーになって、その仕組みをどうやって采配するかによってお金を作っていくっていう領域に入ってくると、むしろ時間が作れるようになるし、高単価の商品を上手に売ると、コマの商品をいっぱい売るより、あの時間は作れるし、収益もできるから、自分のやりたいこともできるし、お客さんのサービスを向上させることもできるんですね。まあ、例えばあの私で言うと、最近で言うと、あの家のね、全面リフォーム全面改築やりましたけど、それはあのコロナの時にやってるんですけれども、来ていただく方が心地よく、まあ、使ってもらえるセッションとかでもそうですし、セミナーでもっていうのをどっかでやりたいなと思ってたのを、まあ、人が来ない時期にやったみたいな感じだったんですよね。うん、だから、それをやるのも稼いでるから、そのお金作ることができてるわけですよね。だから作ったお金を貯め込むとお金って循環しないんですけど、貯め込まないんだったら使うこともできるから、むしろあちこちに行ったりとかっていう時間も作ることができるし、稼げば忙しくなるっていうのは、そういう労働の仕方を選んでるからそういうことになります。だからどこかで仕組みにしようっていうふうに意識をして、全体の内容を考えた上で高単価にするのか、自分が動かなくてもお金ができる仕組みを作るか、まあ、大体この2つのうちのどっちかなんですよ。で、それはお金があればできます。ないとできない、働くしかないから。なので、稼ぐと忙しくなるっていうふうにブロックをかけていて、稼ぐことに天井を決めてしまっている人は逆に忙しいです。もったいない。そこを突き抜けると逆に時間が作れるようになるし、私が知ってる著者仲間とか、あと起業家仲間でよく稼いでる人は時間が結構あります。はい、好きなように過ごしてるし、優雅な生活してますよ。だからそれはね、おそらく勘違いだと思います。なのでそれがブロックになってる人は、稼ぐと忙しくなるはやり方が悪いっていうこと。忙しさも選ぶことができるんです。忙しくしないようにすることもできるので、はい、そこがまず一つ目ですね。で、2つ目、稼ぐと悪い人に見えるっていうことなんですけど、これはもうその方個人の勝手な妄想ですね。お金に対して悪いイメージを持っている人、だから稼いでる人は悪い人って思ってる人は、自分が悪い人に なりたくないわけですから、当然お金入ってこないですよ。で、人間もそうですけど、自分を嫌ってる人って分かるオーラの人のとこって人って寄ってかないじゃないですか。いつも笑顔でニコニコして明るく話す人のところに人って寄っていきますよね。だって攻撃されると思わないし、好きだからです、その人のことに。なんか寄っていきたいな、楽しそうとか。お金も一緒で、お金を嫌ってる人のところにはまずお金はいかないですね。だから稼ぐことに罪悪感を感じていたりとか、ないしは稼ぐ人を悪人のように見ている人は、自分はそこになりたくないわけですから、当然お金は稼げません。お金が入らない。そうするとお金が全てとは言わないですが、結構あることで選択の自由は増えますので、その土俵に立てないということになりますね、自分が否定してるから。うん、で、仮にじゃあそういうね、過去の経験があったとしても、それは自分で記憶も過去も乗り越えられるし、未来は自分で作れるので、過去汚いお金の使い方をした大人を見たとしますよね。まあ、例えば私の場合だったら、うちの父親がそのタイプなんですけども、借金とか踏み倒したりとかね、いろいろやってましたよ。で、その借金とかも
弟が被ったりとか、私も返したりとか、借金の督促の電話しょっちゅうかかってくるのを、本人いないから母が電話出たり私が出たりっていう思いもしたことありますよ。それは本当にお金とちゃんと向き合わないで勝手に借金作って遊んで返さなかっただけっていうことなので、まあいい意味での反面教師にはなったので、まあ、真っ当に働いてちゃんとやればお金なんて普通に返せるんですよ。自分が作ったものだったらですよ。誰かのものを思いがけず、ね、数億とかっていう借金被る方もいらっしゃいますけれども、もね、まあちょっとそこに関して言うと、本来はですね、その人が現世でやるべきことを被った形、まあ連帯保証人とかになっちゃうと被っちゃうのかもしれないですけど、そのテーマを奪って代わりに返したりすると、その方がまた違う形でね、不幸になっちゃったりするんですよ。だから返さざるを得ない時にはしょうがないんですけれども、その人が人生に与えられた借金というテーマは本当は人が代わりにやってあげてしまってはいけないんです、本来はね。だからまあそういう大きな話は別として、借金やったら別に返せばいいだけの話なので、その悪い人に見えると思っている人は、まあ、自分の妄想と勘違いでいいんです、そのまま生きていっても。でもお金を持ってる人悪い人っていうふうに思うってことは、一生貧乏でいるということでいいかどうかっていうところがあるので、まずそのね考え方をやめましょう。どんなに汚い大人を見たとしても、自分がそうならなければいいだけの話なので、ついでにその思考に染まっちゃって悪い人っていうふうに思うっていうことの方がむしろナンセンスですね、はい、っていう2つ目で、3つ目、これが一番で問題と思ってるんですけど、そもそも自分は稼げないと思っているっていうことですね。可能性はですね、皆さん平等なんですよ。私でもあなたでもっていう感じで、確かに私は何でもできるように見えているかもしれない、できてない人からすると。でもできるように全部努力しただけです、はい。確かに物覚えは良かったかもしれない、もしかしたら人より器用かもしれない。でももっと器用な人なんて山ほどいるし、もちろん私より不器用な人もいます。だから自分が与えられた才能なりきに頑張ってそれをどうにかしていくっていうことが必要になるわけですよね、はい。だから努力を、例えばね、すごいできちゃってる人ってその下の努力ってみんなよく見てないんですけど、ものすごい壮絶な努力してますよね、オリンピック出るとかいう人になったりすると。だからそれは自分にはできないっていうふうに諦めて終わるのか、その100分の1でもいいからやってみたら世界が変わるかもしれないと思ってトライするかっていうことは大きな違いなので、まず稼げないと思ったらそれ以上どうに思考が発展しようもないし、環境も発展しないですよ。自分は今はできてないけどできるはずって信じて動くと道が開けていったりとかしますし、面白いことに私クライアントさんのね年間計画表とかチェックするんですけど、そこに対してあんまり深く考えない人の方が簡単に数千万円稼げちゃったりするんですよ。緻密に地道にこれは自分にできないかもしれない、これは自分には難しいかもっていう人の方がちまちま数字組んでくるので、あんまり達成しないんですよ。なんかポーンって大きく数字組んでくる人の方がうまく達成できちゃったりします。それは、思考の違いであることが大きいので、私が思うに一番大きいのは根底にある思考だと思ってて、私は稼げると思っているので稼いでます。だからこれ稼げないと思っている人は当然ですけど稼げないし、罪悪感を持っていたりお金汚いとか思ってる人は当たり前ですけど稼げないです。お金嫌いな人より好きな人の方が稼げるのが当然なんで、このあたりの思考が外れていないのに、月商いくらやりたいですとか、ね、年商いくらやりたいですっていくら口で言っても心が伴ってないので実行というか実現しないんですよ。
心の底のブロックを自分がちゃんと自覚して、そんなことはないって本気で思えないと、そちらに世界が動いていかないので、今どうやっても毎年全然稼げない、全然売り上げ上がらない人は、だいたい自分でブロックかけてるタイプの人が多いです。まあ、あとはもっと単純に言うと、物理的に言うと努力してない人は当たり前ですけど叶いませんからね、うん、あと努力の方向が間違ってる場合とかね、それはありますけれども、なのでまずマインドブロックは外した方がいいです。はい、あのお金はね、絶対にないよりあった方が楽です。人生はいろんなものを手に入れることができるし、いろんなところに行くこともできるし、いろんな知識を得ることもできるので、その対価交換で出すだけのものですから、はい、私の頭の中ではお金は確かに実態はあるんだけどないし、あのそれを例えば知識に交換した時にはそれが何十倍にもなって、またお金になって返ってくるっていうこともできたりしますので、使いようでいろいろできるなというふうに感じているので、罪悪感を、ね、感じるような人はまずそれを外すということを心がけてみていただければというふうに思います。はい、ということで本日のまとめです。稼ぐことに罪悪感を感じる教室の先生へ、お金のマインドブロックの外し方。まず1つ目、稼ぐと忙しくなる、それはない。2つ目、稼ぐと悪い人に見える、それもない。3つ目、そもそも自分が稼げないと思ってる、それもない。だから全部自分が作り出した幻想と妄想の中で自分が閉じ込められてるだけだということを自覚してやると、世界がいきなりパーンと開けることがありますので、そういうあの思考癖がある方はぜひそのあたりをですね、あのクリアしていって乗り越えていっていただければというふうに思います。それでは。